はい、フルテックアルファデザインラボから本日新製品が発売となります。こちらがこれまで発売されていたクルーズですね。特徴的なデザインで非常に話題を呼んだボタンですね。なんとそのシリーズから最新作が出ます。こちら、じゃあ X1 ということで、本日このフルテックアルファデザインラボ X1 発売となります。今から視聴機を出したいと思います。はい、ちょっと定点カメラ風な感じで始まりましたが、じゃあ今日はカイヤに開けてもらいましょう。髪ぐっちゃぐちゃやね。朝なんで。はい、こちらが結構箱ちっちゃいですね。箱小さいですね。アンプの大きさと比べるとかなりこんな感じですね。白い、白い、黒から白い、ね、真っ白です ね、 ね、そしてかな、あ、そこっぽい、難しい、予行練習なしでやるっていう。難しい、お願い、ちょっと破いちゃいそうだよ、かや、大丈夫。これ、破かないといけないやつかもしれないです。いけそうですね。ね、なかなかぶっつけ本番でやるとカイヤの不器用さが吐きました。今回ブラックですね。本当にさあ中村大変だ。来ました。あ、すごい、こうヘアラインの加工が分かりますね。ちょっと大きい、ちょっと大きいですね。僕思ってたよりちょっと大きめですね。大きく見える、黒だから防除策、え、いや、それ白いやつ。全然関係ないですね。はい、開けちゃう。はい、うわ、綺麗、パネルがすごいですね。ヘアラインの加工が分かりますね。あと横はこれなんだ、シリコンみたいな、ちょっとラバーチックな素材になってます。あ、そしてボリュームのところも試作と変わってますね。試作機の時は赤でしたよね、確かに。そうですね、黒になってかっこよくなってます。真っ黒。さあ、そして噂のピントが来るかな、 i デバイスと USB ダック、あんま噂じゃなかったですね。こっちですね。この機能が非常に秀逸です。ここにボタンがあるんですが、これグランドの位置を変えることができる。こう、つまり iPhone 用の4極のプラグとAndroid 用の4極のプラグってグランドの位置が違うんですが、それをこの切り替えスイッチで切り替えることで、どっちでも正常動作ができる。すごい。ボタンであまりね、リモコン付きって使う方少ないのかもしれないです。っていうのもやっぱり音がね、グランドがあったりと抜けてしまったりして、ならない時があるんですが、これなら安心ですね。ちょっと大きさを僕の iPhone5 と。5とちょうどいいぐらい、ちょっと。5より短いぐらいですかね。ここがちょっと張りますね。そしてなんとこれですよね。これも待ってた方多いんじゃないでしょうかね。ライトニングケーブルと、こちらが USB の音のいいものですね。開発させてもらっていいかな。今までこういうライトニングの高音質ケーブルなかったですね。なかったですね。結構みんな待ち望んでいた、ケーブルがフルテックさん出してくれました。お値段もね、6800円なので、まあまあ、まあ、そこそこ控えめというか、ね、悪くないっていう。はい、こんな感じですね。もちろんこのフルテックの X1 っていうのは iPod からのデジタル入力に対応したアンプになっていますので、 USB の入力ですね。よいしょ、かっけえ、すげえ、インジケーターも見ました、すごいっすね。もう一回やりますよ。光るって。48K192、すごい、これレートが細かいところもありますね。 44.1、88.2、176.4、 意外とこれね難しいんですよね。このサイズでよくという感じですね。オプティカルのアウトがついてます。オプティカルアウト、ラインアウトということは DAC としても使えますし DDC としても使えるということです、ね、
非常に大きいあれですよね、パソコンと接続した時でしか。あ、なるほど、まあ、でも光っ